大丈夫です。あら、どうしたんですか皆さん、そんなおしゃれして。さあ、やってまいりましたよ。お、現在8時半ですか。はい、8時半にこんな格好してどこ行くのかな、ね、今回は第2弾罰ゲームで社長の服を買おう。おー、来ましたよ。またですか。そうですよ、またあのね、またおめでとうございます。大学生の服見て取ってそうな単位数当てるやつで、単位も当てられへんのか俺は。ただ見事にまたみっちゃんに敗北し、はい、服を選ぶことになったんですけども、野口おらんかったけど、あれはどうするんですか。ああ、どうしますか。まあ、リョックはパチケンやってるから、すでに罰ゲームは散々受けてそれはいいとして、俺物に残らん金なくなってるから。まあ、野口のことはまた考えよう。あ、考えますよ。一応今回ちょっと縛りをさせてほしくて、はいはいはい、ズボンが新しいの欲しいんですよ。おー、最近1個買ったんですけど、これ結構気に入ってるんですけど、いいよね、全然映らないこういう感じのズボン、はいはい、それかっこいいけどな。これいいよ、うん、それむっちゃかっこいい。このシャツも買って、このアウターも買ったんですけど、最近なんかウキウキな人ですよ全身新しい服でウキウキな人なんですけど、かっこいい牛乳みたいな服。誰が牛乳やかっこいい牛乳やなんで、ちょっとズボンを、あの、よくよカーゴパンツとか履いてるやん。履いてます。パッチ系がちょっと普通に欲しいな。おー、あげようか。これやった。終わった、終わった今日それ買い取って終了。まさか。そうですね、あの、前回イレニサのジャケット買ったんですけど、あれちょっと総括すると、うん、高すぎましたね。ちょっとそうやな、もうちょっと安いは、もうちょっと、まあ、値段同じぐらいでも、もうちょっと気に入ったやつ選ばしてほしいっていう。あまりにも高すぎて、値段ありきでやっぱちょっとうーんってなっちゃったところが。あ、ほな、値段そのままにしてセレクト私も入りますか。じゃあお前嫌なやつやからこいつ高いもん買わしてない。選ぶ側にさ、嫌なやつ増えてもいいことないやん俺今回カズニおるから、なんかあんま俺ちょっと安心して見れるんかなって思ってたけど、ちょっとじゃあ力に任せよう。さすがに参加してくださいね、それは。ま、ちょっとさすがに社長のズボンちょっと合うのかどうかとは。いい感じのやつをちょっとじゃあ、まあまあ、お願いします。見ていただきたい。ちゃんと力くんがまたおこれやんってなったやつをっていう条件でいきましょうか。そうそう、うん、そうで、そこでセカンドオピニオン入ってほしいんですよ。わかりました。はい、お願いします、はい、ということで、あれ買うのが確定してはいるんよな。まあそうやね、確かに気に入ったなかったから買えるわなそうそうそうだから、その店に行って今ある手札で最高のパフォーマンスを出していくことになります。なるほど、はい。なんかルクアのナイトショッピングとやらになんか呼ばれましたんで、うん、そうです。それでちょっと行ってきましょう。ハーランドに似てる店員さんがね、あの、わざわざ招待してくださったんですか。うん、そう、そんな感じです、はい。まあ、前買った時に、うん、そうそうそう、有名人よな。有名人ですね。有名人なんですか。有名人も来てるらしいですよ。あ、そうなんや、うん、どうします。あった暁には俺らより有名かは知らんけど。あ、ちょ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 あれさささささささ80万人ってな、これ、はい、終わりました。あ、お疲れ様です。ということで、お疲れ様です。まだ一人サングラスのやつ超えましたけど、はい、この方も一緒に、大阪にね、今日は行きましょうか。4人で行きましょう、今日は。はい、じゃあせーの、トークタイム。はい、ということで上田ナイトショッピングに来ました。こちらが、はい、ミートボールパイです。招待された方に無料で軽食チケットを渡されて、ただ飯や、ただ飯という、ただ飯ただドリンクっすよ。やばいっすね、三島さん。いがお前ブラックコーヒーや。アイスコーヒーです。いがー、売れたな売れたっすか。コスターみたいなと思った。売れたな。俺もいただこう。あ、なくなった。それではストゥディオスルクア店ですか。はい、やってまいりました。ここ今日ここだけみたいなんで、そう、この間ここでクソバチかっこいいジャケットをね、そうっすね、日陰に買い与えたんで、パンツですわ、パンツ。それに合うパンツを、パンツガチで探すと。よし、風に使うけんのパンツガチで探すと。はい、俺も欲しいもあったら買うわ。まあ、ちょ、お客さんもいっぱいいますんでね。ファイヤーカフェの店員さんが可愛かった。ファイヤーカフェの店員さんよかったな。お前、口カレーパンマンみたいなってたね。ひなたちゃん可愛いもんな。うん。いっちゃーって感じでした。ミスセブンでは、ひなたちゃん欲しいなんです。おすすめしてるミートボールパイを食べました。ウザパイさんにありますよ。おすすめ聞いて。俺がいいですよ。答えさんないのに。で、教えてくれたやつを。まだ柄悪いな。いやー、なんか衣服ないかな。ええ、めっちゃおしゃれなやつ、俺。このジャケットもあれか。声やん。久しぶり。お久しぶりです。こうやって会うと気まずいな。すいません、裏上げる。はい、というわけでね、今一通りあのこんなんがいいかなっていうのを集めてきたんですが、なぜか僕以外の2人がもう着替えてます。何、あの普通にショッピング楽しんでる人たち。あっちで来た。読んだ。はい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 。あ、すみません。あ、なんかいいっすね。じゃ顔はそんなにいらん。いっちゃいいな。ということでね、一角を借りて死ぬほど覚悟してもらって来てるんですよ。とりあえずみんなにキープしたものを今徐々に。めっちゃ可愛いけどな。これとかすごい。
プリントの感じがザラザラしてる。僕も一回シャツ脱いで着ようかな。やめとけって。出てます。ありがとうございます。すいません、シャツ出てます。そういう人おるけど。俺おかんすわ。確かにおるけどさ。何してんすか。俺、締めんやっぱそれな、締めんでいいんちゃうか。締めんでいいっすかね。上げてる方がいいっすか。えぐい配合レベルで。誰そんなことしてんの。そして何してんの。しょうがないこれ。えぐい配合レベル。面白いんだけど。ずっと何してんの。よくでもそれ似合うね、やっぱ。めっちゃいいやん、それ。ちょっと気になってます。かわいいっすね、それ。かっこいい、かっこいい。かわいいっす。かわいい。かっこいい。よくんかわいいっす、やっぱ。やめろ。今回も社長が主役なんで。そうです、そうです。かっこいいっす。俺ズボンばっかやわ。じゃあ、ほんまに。いやいや。もう一回、帰って。気悪いな、こいつと。気悪いな、気悪いな。で、そんなこと気悪いな。ないっすね、現状。やつ来た。はいはい。現状、俺の着るもんないです。これでも持ってきて、まあ、でもとりあえず、持ってきてくれたやつで社長当てがあるんじゃない。一応、罰ゲーム用でね。やっぱいいね。いいっすね、やっぱ、長いのが。似合いますね。あ、いいっすね、これ。いいっすね。これ、いいっすね。ああ、いいっすね、やっぱ。バイク乗りとかが、うん、このポケットに地図を入れるのに、斜めになってんねって。やってますね、めっちゃ。あ、もう春バイクこれってこと。春バイクこれ。もう全然あるっすね。春バイク俺これって。これ書いたやろ。こういうこと、すごいね。これやって、こういう着方。これたまにやと。ああ、いいっすね。ああ、いいやん。ああ、いいやん。ああ、いいやん。でもこれ中何したらいいの。中その牛乳でいいか、そのインナーやったら、インナーやったらちょうど出るんじゃん。それはあのでも俺のセレクト対象かよ。なんでそうなんだ。いや、ちょっとスターっぽいわ。ちょっと私ですやん。しかもなんかスケスケの感じなんですよね。白 T とかを中入れてもいいかもしれないですね。スケ感がね。スケ感が。いや、どうしようかな。あ、なんかリュックンそれ。え、あら、どうしようかな。なんか見そうか。あれ、リュックンやな。びっくりした。あれ、こんなんやろ。え、何それ。いや、俺はこれ着てる人は絶対センスある人だと思う。ちょっと待って、やっぱりこれリョックンの方が似合うんじゃん、ワンちゃん。似合ってないやん。これ着こなせてる人も生まれてくる。いいな。ちょうどいいけどな、リョックン。え、な、そんなみたいな。もうちょっとちっちゃいサイズ。いや、俺がこんな綺麗な服着ててもな、誰も幸せだね。カズマ君着ないんですか。着ないです。何ですか。あの、借りないんだよ。カズイ、前のパチケンで負けて。借りたい。 やばいやばい。さっきこれ風に似合うんじゃんってやったら、俺なんでも似合うからな。てかもう風に似合いそうな。一瞬さ、そうやな、着てみてやみたいな感じで渡そうとしたら、うん、まあまあ俺なんでも似合うから、うん、それはそれで。あんま俺試着とかせえへんから。マジっすか。あんま外に服買いに行けへん。あ、そうなんですか。全部もう似合うから。そうそう、どんなに似合う、どうせいけるから。そうそう、あ、すごいな。俺もう着てから20着は着てんねん。てかほんまにすごい。まあ、罰ゲームはバスゲームというか、まあ、言うかばっかなんですけどね、普通に。そうやね。試着で、パンツの体も開くので、はい、そこで、まあ、今週の1着選びました。はいはいはい。まあ、トップスは皆さん、じゃあ、お好きに選んでください。好きに選んで。はいはい。まあ、好きにを選んでもいいですしね。そこは好きにしてもらえれば。でも、税金と住民税、マジでやばいんで。まあ、まあ、でも、それはでも半分にして 20% でいいから。それ、あれっすよ。うちの担当の税理士が言ってるわけわからないやつです。さあ、それでは、本日はパンツということで、ちょっとセレクトのパンツ試着していきたいと思います。頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。楽しみですね。はい、4着全部あるので、その中で、こいつがいいと思ったよりも、俺たちがいいと思ったもんね。はいはい。まず俺の欲しかったやつがいるから。あ、そうです。それをシンプルに。一応、履いてるパンツの色だけ教えてもらってもらっていいですか。パンツは一応、ボディワイルドですね。あ、なんかちょっと汗ばんでるから、危ない危ない。あ、濡れたかったですね。はい。くせえカーブ。めっちゃ太いカーブですね。これ超欲しかったやつらしいですね。そうなんですよ。ネットで見てて。うん。黒やな、でも買うなら。まあまあまあ。この色は。この前のこれが良くて。家が癖すぎる。まあまあまあ、それもそれ。これ今持っていいな、それ開きます。あ、そうしようか。いわゆる一回こちら着てみたいんじゃん。系統量だ、こういうのを着てるべきやろ。おそらくだけど。上見ない。広げ上あんま見えへんな、これ。まあまあ、そう。じゃあ、黒の S についてある。あ、すいません。これの黒の S サイズ。よし。よーすごく。ということで、はい、ナイトショッピング終わって帰ってきました。はい。3日ぐらい経ちました。3日ぐらい経ちました。もっと経ったでしょ。1週間ぐらい経ってんの。言っちゃうんですけどね。はい。帰ってきましたもんね。はいはい、あれ、全員、
だいぶ変わりましたね。みんないっぱい買ったよね、いろいろ。あれ、プリプリの時と全く服が違う。うん。買ったも俺とりょくんだけやね。何もな、あべこべファッションしかやってない。とりあえず紹介していきますか。行きましょう。はいはい、私がですね、この、シャカシャカのパンツっす。はいはい。見えへんの、かわいい。見えへんな。え、嘘。見えてるやろ。止まるね。どうすかね。ここはあの、縛れるんですわ。うん、はいはい、いいですね。今どきのやつですね、おそらく。と、この、これ買いました。うん、これ買いました。スタジャンみたいな。これなんていうんですか、アウター。スタジャン的なブルゾンみたいな。スタジャンブルゾン買いましたね。はい、これがね、なんかあんまり元々買う予定なかったんですけど、うん、みっちゃんがこれ手に取って、めっちゃええやんみたいな取って、俺もそれに甘い香りに誘われて、着てみたらみっちゃんも、バイヤーやんみたいな。で、しっかり乗せられとこうと思って買いました、ね、いやお前はどうやったんか言えやお前がどう思ったか言えいやいやいや、俺結構人に言われたら死んじゃう。ああ、そういうことでしょ。マジで買おうと思ったんですけど、りょっくんが来た時に、あ、りょっくんの方が似合うなと思って。ああ、それ一番大事だな。だいぶ説得力あるなと思って、うん、最後までこれ買わんと帰ろうとしてたから、うん、これは絶対に買ったで。全部、むっちゃ迷ってたけど、こう、そう、押し付けて、みっちゃんどうするっつったら、服ここにあんねん。まあ、こう買おうかっつって。なるほどね。よく何も買わんと帰ろうとしたの。いや、そうなんですよ。結局見て、見るだけ見て、もうええかな、思うて。そんなことあった？ほら、もう。じゃあ一応これ、俺の罰ゲーム。お前さ、さっそうと、いや、俺は勝ったのはね。全座、全座。一応俺の企画なんや。俺はお前の最後、盛り上げるために前座りしてんだよ。で、これも一応買いました。これはもう、俺が一目惚れして買ったやつですね。緑っぽいよね。一目惚れして。美味しい白米モデルさんが来ております。ということで、僕の購入品は以上です。はい、ボケいくらだったんですか、ちなみに。ボケ、メダル換算にして7500万円。ちょ、やばいんですよ。ちょ、税金とかマジやばくて。7500枚。そうなんですよ。税金とかマジやばくて。じゃ、だから、1月に結構パチスロで買って、うんうん、そのチョメダルをなんかたまたま下ろしてたんですよね。はい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 。だからなんかいけんなと思っちゃって、はい、また買ったらいいかということで、はい、でも結構嬉しそうやったもんな。久しぶりにちゃんと物買った。確かに、うん、いい買い物した。だからみんなさ、服買う時はその欲しいものを買えて嬉しいとかやと思うけど、俺は服なかったから増えて嬉しいやね。うん、もうそっちや、もう一個下の段階でやってるから。なるほど。ちょっとなんか買い替えましたなと思うけど、まあ満足です。はい、はい、いいじゃないですか。じゃあ残りが、一応今回は僕の罰ゲームで買ったのが、はい、このズボン3本です。これ3本ほんまや。まずこれがなんかブランド名忘れたんですけど、はい、まあ、ちょっとカーゴパンツ欲しくてどうかなと思ったら、りょっくんがこれめっちゃいいって言うんで、そう、罰ゲームで、まあ、俺が一番いいと思ったものを選んで買っていただくっていう企画の、はい、もうほんまこいつでしたから、りょっくんがチョイスしたわけか。はい、これ俺がもう完全チョイスして、これええやん、履けよう。ええやん。カーゴなんですけどね、あの落ち感が綺麗で、スラックスっぽくて、履きやすいですよね。だ、前の微妙な顔してたやつよりは、やっぱ大満足っすよ。大満足っすよ。着ていきましたか、僕。ユニバに着ていきました。ああ、よかった。お気に入りですし。ああ、お前、あれ撮影でしか着いんやん。あれ、お前。八万。どっか着ていけや。とうとうこれで俺が着せられたから。そうなんですよ。これなんかもうこんだけ金使ったらもったいないって。どっかで使い切ろうとしてるんだよ。自分で切ろよ。で、これが、ジョン・ローレス・サリバンのデニムですね。ジェームズ・P・サリバンのデニムです。これかっこいいな。これはな、前結構昔から憧れやったデザインなんですけど、チンポンとか触るのやめてもらって、ここからね、手が入れれるんですやめてよ。すごいよな、ここがね。そうそうそう、手が入れるんですよ。手が入るってセクハラ仕様になってます。あえてね、もうさ、ただあんま俺が着る色味じゃなくて、みっちゃんものすごいにやってるんで、あと3回金買ったらみっちゃんにあげようと思います。え、いいな。でも竹かな、これ着られてるんですよ。ちょっと切っちゃったよな。自分で切ったこれ。これ、社長が履いたらいいぐらいの長さちゃうんですか。めっちゃ長かったから、これ。一回履いてみてよ、これ。どうなの。こんなん俺バリ履くけどな、絶対。確かに、意外とりょっくんが履いてもいけそうやな。うん、俺こんなん絶対履きたくない。あ、りょっくんそうやな、似合いそう。デニムはそう。あんまここでお前。普通に脱ぐやん。やばい下ヒートデック履いてるやつぐらいの余裕の脱ぎ方しとったけど。野口、それの説明しといて。パンツ。これは、もともと社長が買おうとしてたけど、はい、俺とみっちゃんが止めて、一回通販で買うのやめたり。はい、あ、そっかそっか、ニードルスの。ニードルスの。はいはい。通販でやめるフェーズあった。そう、一回それ。いや、さすがに履いてからの方がいいんちゃう。そうそうそう。似合わせつあるし、どうみたいな話。なるほどね。でも履いてからの方が。一番最初手に取ったのこれっすよね、社長。そうそう。それが一番欲しかった。これやなって。それめっちゃ良くない。履いたら似合ってたんでね。なんかこう丸くなってんのよね、フロントの。だいぶね、バルーン系の。そうそうそう。今結構センターカーゴみたいな。
すごい太いよ。よかった。EDU パンツみたいな。買った人みたいなの買おう。どういうことやとか言っちゃう。結構ね、これ、詐欺も、まあ、これ絞ってね。結構攻めてるよな、それで。だいぶ太いからね。カボッカみたいな感じ。そうですね。ホッカキットみたいな感じ。ホッカキットは、なんかこれで。エロとグロの混じってる最近。上も最近社長買ったらしいです。あ、そうそうそう、全然別に。フワコマリアのウィンドブレーカーです、はい、新しい服ばっかりやね。はい、これですか。あー、いいじゃないですか。いいよ、こ長いんですけどね、みっちゃんと足の長さが違う。少女意外とゆるふわ系だったし、まあ、やっぱいいんじゃん。すか、うん、ゆるふわ系やん。このニットも新しく買ったやつで、これいいっす。これタイマーが書いてあるんですよ。これですね、めっちゃ良くないですか。あ、でもこれあの、ウィワの背景合成するんですけど合成すんなよ、服紹介の時に。ええやろ、別に。これめっちゃ気に入ってる。いいですね、はい。はい、うん、という感じですかね、とりあえず以上ですかね。はい、あ、ちょっとこれ、あんた、これハッキーや。あいつなんだ、いい買い物ができましたということで。そのナイトショッピングやったからね、だいぶ丁寧にしてもらってね。ああ、コントか。もうしばらくこれしか着んよ、みんなやっぱり。あ、そう、まあ、そうなんかな。みんなってね、うん、みんなってこの際買ってないから。ええやったら、ええやったら着るけど。そうやな、ナイトショッピング終わってから3日が良かったんですけど、うん、俺あのアウター毎日着て。あ、マジで。あれ気に、かわいい。これかわいいとこあるんですよ。これも毎日バリ着てるやん。いや、ちゃうよ、お前これしかないね、今。これがりょっくんのいいところです。着るもん履くもんこれしかないんですよ、マジで。だからそのお前3日着んかったらあげるとかやばいって。どういうこと。俺ズボン3本買ってるから、うん、あ、確かに。あ、選択肢やたら増えてる。これちなみに1K おいくら、うん、そうですね、社長これおいくら。ズボン3つで10万円でした。おぉ、この上2つで10万円でした。あ、おぉ、なるほどね。え、ってことは、うん、最近草買ってないんで、まあ、今回ナイトショッピングで、うん、約25万円ぐらいは、ね、うん、あいつ、え、得したなぁ。あ, あいつっていう、あいつなぁ。あの、ナイトショッピング招待してくれた人多いんだけど、だからなんか特別に俺ら招待されてゆっくり時間もあるから、うん、なんか攻めっ気よかったよな。すごい、すごかったね。めっちゃだって30着ぐらい着てたもんな。すごかったね。バイブス一番高かったそれは。みっちゃんのナイトショッピングの服の選び方がエグくて、すごかった。歩いてなんか気になったもの手に取って着て歩いてたもんな、店内ずっとそれで。その店内びっくりした。別の服着て歩いてる時は、こういうもんなんやってなりましたね。まあでも買わんかったな。何も買わんかったな。そうやな、一番買いそばやって。ほんま一番最後に、はい、なんだかあれバイク乗りのめっちゃモーターサイクルジャケットみたいな、そう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 、もう歴史のあるすごいかっこいいコートみたいな、うん、を最後までこうおすすめされて、顔がどうか迷ってるみたいなんで、うん、結局やめたじゃないですか、はい、あれ購入意欲本音何パーぐらいやったんですか。いやいや結構ね、70ぐらいあったっす。あったんや。袖足りんかったっすね。ああ、でかいもんな、袖が足りん。みっちゃんなんかやる気あるふりしてゼロパーの時結構あるからさ。確かにそのパターンかもしれない。そう、俺もなんかこいつ遊んでるだけなんかな。要はあるよな、ずっと温泉。あ、70あったんや。70はあったな。はずみに全然参戦してないですけど、俺はあのカメラマンでついてた。カメラマンでしっかり撮ってくれました、ね。もともと俺ナイトショッピング行くか あの投票俺行かない。なんでそんなことするの。みんなで遊ぼうよ。社長が LINE でな、急にアンケート送ってきて、4人しかおらんのにアンケート送ってきて。サークルの OB 飲み会とかでやるやつやから。このメンバーで欠席押すなよ。行かない。え、行かへんのって次の日ぐらい。いや、言うんかよ。言われて。え、行く、え、行くよ。え、こもりかんのって言われて。あ、ほんま、助かりましたね。ちっちゃいな。これからもおしゃれに頑張っていきましょう。はい。はい。まあ、次こそはちゃんとね、うん、あの、ファッションと単位数を当てるんで。そうっすか。結局それですか。それやったんや。やっぱそれなんですね。それですから。はい。じゃあ、ガールにもなくしようとまた散財してしまいました。はい。ということで、今日やるのは、うん、パチケン。うわー、なに、意味わからんて。ちょっと次回へ続く、あーという感じなんですかね、これ、はい、まさかのぶち抜き企画。まさかかいですね。すごい、すごい、そんなことあんねや。レジスタンス初の試みです。またいな、うん、サムで続編です。まあ、そんなことなかったよ、今まで。え、2期あんねやみたいな、アニメの。え、2期厳しいな、俺が。厳しい。最後に、最後はさ、暗いとこから出てきたことない敵が出てきて、これからだみたいな。そんなことあるの、やつっすね。面白いな、この企画。パチケンということは、なんか説があるんですか。いや、そうですね、もうね、ずっと考えてたんですけど、はい、今回説。
新しい動きでみんなでうちに行ったら勝てるのか、それが実践。じゃあ、シングすぎる、やったぜ。